妹が自作結構砂糖の量多くない？もう結構溶けたけどね。すごい、これ飲めんの3ヶ月後でしょ。取っといてね。いや、取っといてよ、そこは。楽しみでーす。やば、怯えてるよ。怖くなっちゃったみたい。怯えてる。食べろ食べろ。まだあるよ。食べろ。あ、ちょっと落ち着いてきた。こせこせ。こせ。急に。急だね。急におしこせ。いやー、かわいい。端っこいちゃった。ほら、これ食べる？ちゃんも。あ、また端っこいちゃった。呼吸が上がっちゃった。こうなってる。あ、座った？かわいい。それかわいいんだよね、手がなくなっちゃって。これ常にさ、鼻がさ、うん、ピクピク動いてる。今日はちょっと呼吸が荒いの。怖いよ。怖いって。怖くないよ。これ食べよ。何も怖くないよ。これ食べんだよね。こうやって持ってって。やだよー。食べた。永遠に食べんだよ。え、そうなの？ちょっとこれ見たい。嘘、超可愛い。食べ。一番好きなんだよね。可愛いよ。美味しいね。ずっと食べんだ。かわいい。あ、これだけはね、1個ずつね、ずっと食べない。なんで？そうさ、口がさ、口が好きなんだよね、これがね。なんかこっちからこうやって見るとさ、モルモットだよ。似てるよね。うん。モルちゃんなの？ね？あ、ここがかわいいね。ねえ、かわいいね。おいちんだ。ね。ずっと食べてるじゃん。面白いでしょ？ずーっと食べてるよ。なんで食べんだろう。もう多分これあげても食べないよ。あ、やってみて。本当だー。だけどこれにすると食べるこれが好きなんだね。安定のやつなんだね、きっとこれはね。なるほどね。フルーツはすごい食べたい時もあるし、全然食べたくない時もあるね。なるほどね。大好物はこれなん？まあこれが一番好き。あ、そう。うん。好物っていうほど別に飛びついても食べないけど、うん、これならずっと食べる。へぇー。バサバサだね。ボサオくんなんだ。ねえ、これ耳かわいい。なんでこれ音取ってるの。あらららららあらららら、かわいいね。ボサボサなんだ。でもやっぱりさ、うん、
がね、やっぱ前見るときよりは老けたような気がする。やっぱりなんか目がさ、うん、ちょっと白内障っぽくなってきた。そうそうそう、そうなの。かわいい。足今落っこっちゃったから怖くなっちゃったんでしょ。ね、すぐ怖くなっちゃう。すぐ怖くなっちゃう。ね。パン生地も怖かったんだもんね。パン生地ね。コネコネしてて怖かったんだ。あとレタス怖かったよね、この間ね。新鮮なレタスあげたのに怖がってた。怖かったよね、レタスね。そうなんだ。ねえ、いいかな。あ、今怖かった。今怖くなっちゃう。かわいすぎ。すごーい。逆にお姉ちゃん一気も食べられない。何一気って、ね、すごいさ、これさ重たいよね、とにかく。すっごいしっとりしてる。ほんと美味しいのかな。美味しそう。これ？え、そんないらない。嘘。うん、これ全然なんか2回ぐらい食べた方がいいよ。うん。そんなに？そんぐらいでいい。あ、柔らかい。すごいね、そのナイフ。パン切り包丁です。ギャー、すごい。美味しそう。すごい、ぎっしり。いいね。ちゃんと袋もあるんだ。冷凍しとけば1週間だって。普通に食べたら2日。はい、ありがとう。美味しそうだよ、これ。どう？すごいいいね。いい？切り心地が、私の焼いたパンと違う。ほんと厚めに切るよね、それで。また厚い方が美味しいじゃん。フレンチトーストとか作りたい。まあ、いいんじゃない。フレンチトーストってさ、食べたくて作るのにさ、食べるとそうでもない。わかんない。1回ぐらいしか作ったの。して、うん、こうやっとくとすぐ食べれるからね。うん、また買ってくるよ。はい、はい、持ってく？持ってかない。はい、ジュースで帰ろう。うん。